疲れ様です。ゴーレムです。ですね、今日から新シリーズの、メタルギアソリッド3スネークイーターを始めたいと思います。じゃあスタートで、えい。ほんで、ニューゲームですね。はい、シリーズは初めてだ。初めてやな。ベリーイージーはさすがにちょっとな。イージーにしますか。じゃあアクションゲーム得意じゃないんでね。まあ、前回のあの、聖剣伝説見てくれたらわかると通り、あんまり上手くないんで、じゃあ維持にさせてもらいます。いやー、こういうアクションゲームほとんどやったことないんですよね。なんか、学生の時に弟がやってて、なんかそれで見せされた記憶が、静かにしてくれ。世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。ソ連領空に近づきます。降下20分前。機内減圧開始。装備チェック。アームメインパラシュート。よし、準備はいいか。高気圧依然として目標地域に停滞中。キャブ OK。 いいぞ、視界は良好だ。気を消せ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。あの男素人か。リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。雨気を消してマスクを装着しろ。機内の減圧完了。酸素供給状態確認。降下6分前。後部ハッチ開きます。外気温度摂氏マイナス46度。降下2分前。スタンドアップ。時速130マイルで落下する。風速冷却での損傷に注意しろ。降下1分前。後部に移動せよ。これが記録に残る世界初のヘイロー降下になる。降下10秒前。スタンバイ。すべて正常。オールグリーン。降下準備。カウント5、4、3、2、1。鳥になってこい。高温を祈る。ジャック、よく聞いてくれ。ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。バーチャルミッション？我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。低粛なミッション？忠誠を誓う儀式みたいなもんだな。気を抜くんじゃない。
あくまでも実践だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は？約2年前、ソ連のある科学者が西側への亡命を申し出た。我々のモールを通じてな。ニコライ・ステパノビッチ・ソコロフ、ソ連の兵器開発を担当する秘密設計局の一つ、 OKB754 の局長であり、東側の兵器開発における第一人者だ。ソコロフというと、あのロケット開発で有名な？そう、そのソコロフだ。1961年4月12日、ソ連は人類初の有人宇宙飛行に成功した。地球は青かった。だが神はいなかった。ああ、そのガガーリン少佐を宇宙へ送り届けたのが A1 ロケット、通称ボストークロケットだ。ソコロフはそこで使用されたマルチエンジンクラスターの完成に最も功績のあった人物とされている。有人宇宙飛行の成功後、ソコロフはロケット開発を離れ、新設された秘密設計局の局長へ就任した。一義士が設計局の局長に。大した出世じゃないか。なぜ亡命を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。恐ろしくなった？両親の呵責というやつだ。そのために国も家族も捨て、オーバーザフェンスを。いや、家族も西側で保護するというのが彼の出した条件だった。我々はモールを使って家族を先に脱出させ、魔王カズソコロフ本人にもベルリンの壁を越えさせることに成功した。その亡命作戦の指揮を取ったのがこの私だ。まだ東側の警備が薄かった頃だ。それで？ソコロフの身柄は保護したが、体力の消耗が著しく、西ベルリンの病院に入院させた。ソ連の設計局から600マイル以上、2週間かかってベルリンまでたどり着いたらしい。まともに口が聞けるような状態ではなかった。そのわずか1週間後だ、あの一大事件が起こったのは。キューバ危機か。1962年10月16日、キューバにソ連の中距離弾道弾が配備されつつあるという情報がケネディ大統領のもとへ届けられた。大統領はソ連へミサイルの解体、撤去を要求し、同時に新たなミサイルの搬入を阻止するため海上封鎖を実行すると宣言した。だがソ連はそれには応じず、第二戦備体制を指令、ミサイルを積んだソ連輸送船団も依然キューバを目指し続けた。米ソ両国は全面核戦争への臨戦体制に突入。一触即発の睨み合いの中、国連緊急安保理事会や非公式の接触を通じた必死の交渉が行われた。そしてついに10月28日、ソ連はキューバからのミサイル撤去に同意。世界は全面核戦争の危機を脱した。だがソ連がミサイルを引き上げた裏にはある取引があったんだ。アメリカもトルコから IRBM を撤去するという話か？いや、トルコに配備されていたジュピター型 IRBM は旧式で、いずれにせよ撤去される予定だった。米ソ双方にとって戦略的な意味合いはない。トルコの件は偽装だ、業界の同業者たちへ流すカバーストーリーだったんだよ。では本当の条件とは？ソコロフだ。西側に亡命したソコロフの変装だ。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ？その時の我々には何もわからなかった。タイムリミットは迫っていた。ソコロフという一人の博士か、全面核戦争か、選択の余地はなかった。ケネディ大統領はフルシチョフの要求を飲んだ。翌日、私はソコロフを病院から出し、東側の局員に引き渡した。ソコロフは助けてくれと叫び続けていた、見えなくなるまで。そして1ヶ月前、我々のモールから再び情報が入る。ソコロフについてか？ソコロフは設計局へ連れ戻され、 KGB の監視下で例の兵器の開発を続けさせられているらしい。しかもそれは完成直前ということだ。で、その兵器とは？宇宙ロケットに関係するものか？いや、ミサイルの方だ。どちらも同じ技術だ。そうだな。とにかく詳細は分からんが、特殊な核兵器の一種らしい。この半年、ソ連のセミパラチンスクで頻繁に核実験が繰り返されている。この兵器に関係すると？フルシチョフがキューバからの撤退を受けてまで取り返したかった極秘兵器だ。
その設計局に今もソコロフがいる。いや、情報によるとその西3マイルにあるツェリノヤルスク、処女地のある絶壁という山の中。処女地のある絶壁、バーチャスミッションにふさわしいな。最近そこに移されたらしい。どうして？兵器の野外実験演習らしい。だが奪還には好都合だ。もし設計局内であったなら今回の任務は立案されなかった。最後のチャンスだ。ソコロフもそれで連絡を取ってきたに違いない。ソ連国内の山中ツェリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。例の兵器が完成する前にソコロフを奪還しなければ大変なことになる。残された時間はわずかだ。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。回収用気球をポイントに投下する。ヘリウムが噴出して気球を膨らませる。その間20分。その後、ガンシップのアームで引っ掛けて釣り上げる。フルトン回収システムだな。理論は聞いたことがある。安心しろ。実績もあるシステムだ。ソコロフは耐えられるのか？衝撃はパラシュート降下時より少ない。アームの強度も500ポンドまでは大丈夫だ。つまりコンバットタロン一機で国境を越えてくるつもりか？本機は6連装20ミリバルカンカノンを2門と40ミリ機関砲を2門装備している。戦車隊に追撃されても蹴散らしてもらえそうだ。予備タンクの燃料を考えてもタイムリミットは4時間。順調に行けば数時間で終わるミッションだ。夕食には帰れそうだな。もしスムーズに運ばなければ。夕食だけではなく朝食も。今後の食事はジャングルで取ることになる。聞こえるか？そこはすでに敵地内だ。傍受される危険性がある。今後はお互いコードネームで呼び合うこととする。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネークだ。以降はスネークと呼ぶ。本名は口にするな。スネーク？蛇は嫌いか？嫌い？どういう意味だ？食べたことはあるな。サバイバル訓練では。そ
それはよかった。レストランで注文するほど好きではないが、そうも言っていられないかもな。ゼロ少佐、そっちはどう呼べばいい？そうだな、私はトムだ。トム少佐と呼んでくれ。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか？それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料も出す。まさに丸裸ネイキッドの状態だ。なるほど。蛇は嫌いかと聞いた意味がわかった。俺の名前をスネークにしたのは皮肉のつもりか？いや、それにはちゃんと理由がある。しかるべき時に教えてやろう。ああ、わかった。それでさっきの話だが、食料はどうやって調達すればいい？ナイフと麻酔銃を用意した。それでキャプチャーしてくれ。他に治療用の備品もバックパックに入れてある。バックパックか。降下した時木に持っていかれてしまった。ではまずバックパックを回収しろ。場所はわかるか？大丈夫だ。ここから見える。木の枝に引っかかってるな。木に登るにはツタの絡まった木の前でアクションボタンを押せばいい。私は君をずっと無線機でモニターしている。領空侵犯はできないが機内にいる。周波数は 140.85 だ。こちらから連絡がある場合はコールする。そちらから話があるときはセンドしてくれ。さあスネーク、バックパックを回収しろ。なるほど。やっとこれで喋れるようになるんですね。ずっと黙ってんのしんどかったわ。バックパックどこやねん、ほんで。ここから見える位置にあるって言っとったからな。そもそも操作がわからんのと、僕はあんまこういうゲームほんまにしたことないんで、マジで何したらいいか全然わからないですね。バックパックってどこにあるなんかね、見る。あ、なんか、ゼロパーとか右上でね、関係ないんかな、これは。しかもなんか、ムービーの時にデュアルショックがブル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 動いて、笑いそうなんて。笑いこらえも大変でした。どこやねん、バックパックって。しかも、ツタの絡まってる木がいまいちわからんな、俺。どこなん？お前わからんな。今日バックパック回収してもらっちゃう。ありえへんねんけど。ちょ、ちょ、ほんまに。ちょ、いろいろやってみるか。丸ボタン押して、丸で殴るドツキやろ。で、三角、バツ、バツ。え、なんかしゃがんだ。しゃがむんや。おお、これ、いいな。あ、なるほど。ほんで、スタートボタンとかってなんか意味あるの？あ、これで視点切り替えれんのか。なるほど。ほんほんほん。ほんほん。バックパックどこ？ここかな？ちょ、もういいね、もういいね。ちょ、ほんのマジでむずいな。こういうのやったことないから。好きになれるかな、これ。ちょ、俺三角越してんねんけど、さっきからもう。何何？はい。スネーク、どこへ行く？武器も装備品もなしでは任務を進めることはできないぞ。いや、ちょっと待って、待って。まずバックパックを回収するんだ。バックパックはその南にある木に引っかかった。アクションボタンで木を登ってバックパックを回収するんだ。ちょ、怒ってる。いいだろ。はい、はい、すいません。やばい、意外と楽しいかもしれない、これ。あ、これじゃん、これやな。ツタのなんとかいうやつ。ちゃうん。え、これの南の？うん。あ、登れた。ん？ないよ。ないけど。らしきものないっすけどね。あ、でも初めて登れたっぽい。これは単純に嬉しい。どれのこと言ってんの？あ、あ、あったわ！これや！わかった、わかった、わかった。やっとわかったわ。いや、登れよ。うん。バックパック取って。そこ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 。え、ないない。ないやねん。取るかな。うん。取ってるやん。
スネーク、バックパックを回収したようだな。ようやくな。うん？ね？次どうやすんの？武器を使用するには、はあ、バックパックから取り出して身につける必要がある。身につける必要がある。うん。サバイバルビュアに入ってバックパックのウェポンを選ぶんだ。うん？左上のウィンドウに持っている武器の一覧が表示される。はい。その中から身につけたいものを選んで決定ボタンを押すんだ。うん。うん、装備品についてはアイテムで同じことをすればいい。わかった。わかった。サバイバルビュアのバックパックだな。うん。そうだ。本ミッションの重きはサバイバルにある。うん。作戦行動が長引けば君のスタミナも減っていくだろう。スタミナが低下すれば正確な射撃ができなくなったり、うん、の治りが悪くなるなど作戦行動に支障が出てくるはずだ。はい。投げ入れには十分注意してくれ。はい。減ったスタミナを回復するにはジャングルに生息する動植物をキャプチャーして食べるといい。はい。動植物は麻酔銃でもナイフでもキャプチャー可能だ。話長いな。武器は麻酔銃マーク22ハッシュパピーのみか。何それ。そうだ、専用のサプレッサーが装着。ナイフでいいやろ。ただしサプレッサーは発砲するごとに劣化する。だよね。耐久度がゼロになると消音効果がなくなるぞ。乱用を避けるんだ。わかりました。サプレッサーの耐久度はアイコンに表示されている。今装備している武器、装備以外は現地調達。そうなんや。装備も武器も現地調達とは。こんな無茶がよく通ったものだ。さすがや。単独での隠密行動がフォックスの基本戦略だ。決して痕跡を残してはならない。はい。持ち込んだ武器、装備、足跡、汗、排泄物に至るまで、弾丸も薬莢もな。そこはすでに不正規戦火の敵。名前じゃない、話長いね、このおっさん。国際問題になる。わかった、わかったもん。切らせろもん。見られてはいけない。君の存在を敵に悟られてはいけない。それがステルス任務だ。これ話長いぞ、典型やな、同じこと何回も。そこでの君は文字通りゴーストなんだ。はいはい。捕まっても救助はない。当局も米政府も一切の関与を否定する。さようですか。自分で始末をつける。そういうことになる。うん。そのために貸し役を持たせた。ああ、もう話しなら。今回のようなカバードオペレーションでは生産カリのカプセルを持たせる。いつでも飲めるように体にテーピングしておくんだ。優しさに感謝する。あ、やっと終わった。もうしばらくの間貸し状態になる。そうな。敵の目を欺けるということだな。で、生き返るには蘇生薬を飲めばいい。作戦前に奥歯に仕込まれたあれか。そうだ。だが気をつけろ。長く仮死状態でいすぎるとこちらの世界へは二度と帰ってこられなくなる。覚えておけよ。わかった。単独潜入といったら。ああ。ということは支援は期待できない。そうだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。寂しがるな。無線機で君をバックアップするサポートチームはいる。誰が？紹介しよう。今回の任務はサバイバルが重要なキーになる。君の体調管理、いわばメディックと記録を担当するスタッフだ。彼女もフォックスの一員だ。そして彼女もこのガンシップに同乗している。彼女？こんにちは、私はパラメディック。よろしくね。よろしくね。パラメディック。パラシュートで駆けつけるメディックの意味よ。女性からは本名を聞きたいものだが。それはお互い様でしょ、スネークさん。俺の名前ならジョン・ドーだ。それでジャックなの？やめとけよ。まるでネモ船長ね。俺の名前は本名だね。戦場では意味がない。君の名前は？ジェーン・ドー。ふざけないでくれ。ふざけてないわ。生きて帰れたら教えてあげる。私の周波数は 145.73 よ。細か。また彼女には任務の記録も担当してもらう。セーブしたいときはセーブ用の専用回線 140.96 に先導して。ああ、なるほどね。これは大事やな。セーブだな。そう。それとあなたの健康状態の記録も。わかった。スネーク、それからもう一人紹介したい人がいる。ん？スネーク、ヘビといえばザ・ボスを知っているな。お前の師匠であり伝説のソルジャー。実は長官から本ミッションの実行許可を取り付けてくれたのがザ・ボスなんだ。彼女がフォックスのミッションアドバイザーを務めてくれる。ザ・ボスが？ミッションの立案にもザ・ボスが協力してくれた。彼女と私は SAS で同期だったんだ。
ジャック、聞こえる？何年ぶりかしら。ボス。そう、私よ。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ、5年と72日18時間ぶりだ。少し痩せたようね。声だけでわかるのか？わかるわ、あなたのことだから。そうか、俺にはあんたのことがわからない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ？極秘ミッションだったのよ。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は。しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。真偽大義。この中で他人から教わることができるのは技術だけ。むしろ技術はどうでもいいの。大切なのは心よ。心と体は対をなす同じもの。精神を教えることはできない。自分で習得するしかないわ。いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。兵士同士が個人的な感情を持つのはご法度よ。戦闘相手は政治によって決まる。政治は生き物、常に時代は移り変わる。昨日の正義は今日の悪かもしれない。それが俺を捨てた理由？違うわ、あなたには関係ない。言ったでしょジャック、極秘ミッションだったの。軍人はどんな命令でも従わなければならない。理由や精査は必要ない。だけどあなたは戦う理由を求める。あなたは優れた兵士だけれど、軍人になりきれないところがあるのよ。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら、任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない、ただ任務でしかない。どんな命令にも従う、それが軍人よ。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。軍人として生きるか、兵士として生きるか。東洋では忠を尽くすという言葉がある。意味わかる？主君への愛国心、国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。大統領も軍のトップも不変ではない。任期が終われば変わる。上が変わっても俺はトップの意向に従う。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っているの。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。それが軍人としての精神？ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。分かった、だが言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク、そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ、第二次大戦中ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊、大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ。スネーク、そうだろう？わかった、ボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。そうね、お互いいつ死んでもおかしくない身だもん。スネーク、あなたは紫外線や建造物への潜入ミッションは得意だったわね。でも今回はジャングル、サバイバルが重要になるわ。私が教えた CQC も役に立つはず。 CQC、 クロースクォーターズコンバットか。この数年はグリーンベレーにいた。かなり鈍ってるかもしれない。
大丈夫よ。私が思い出させてあげる。サバイバル下での実戦任務は初めてでしょ。無線機でサポートするわ。ボスはどこに？少佐のそばか。ザ・ボスは北極海のパミット級源泉から河川で参加した。私の周波数は 141.80 よ。戦闘技術についてアドバイスしてほしければ連絡して。了解。君の任務はソコロフ設計局局長の奪還だ。ソコロフ博士は君が今いる場所から北に行ったところにある廃工場に監禁されている。極力戦闘を避け見つからずに行動するんだ。ステルス任務であることを忘れるな。スネーク、まず CQC の基本を思い出して。え、何？何？今からバーチャスミッションを開始する。はあ？ええよ、セーブさせてくれよ。そんなどうでもよ。これで期待券みたいなこと言ってたな。で、ん？これでバックパック選んで、カロリーメイトあんねや、一応。いやー、なんかね、無線の話超長かったんで、で、なんかまあ、要は北に行けってことなんですけど、まずちょっと、あれしますわ。セーブさせてください。ちょっと待って、セーブのやり方もわかれ。なんだこれ、ほんまに。かも。あ、マップあるやん。え、こんなんあんねやん。常出しといてほしいの。セレクト押したら、これやんな。96がセーブやったっけ。スネーク、セーブ？うん、セーブやな。スロットにいるとこやな。ニューファイル。イエス。はい。ですね。え、なんか喋り出した。はい。はい。うん。長っ。で、セレクトで、あれできるっていうのが分かったから、まあ、とりあえず、ちょっと尺が長くなってきて、きたんで、結構話とかが、ラジオね、メインになっちゃったんですけど、次はね、まあ、ちょっと、僕の喋るターンも結構あると思うんで、まあ、喋らんでいいかもしらんけど、とりあえず今回はこれで終わっときます。それではご視聴どうもありがとうございました。次回またよろしくお願いします。えい。